作戦開始。必ずサンプルを奪い返す。手段は問う。ダッジは失敗するとどうなるか言うまでもないぞ。試してみる？行って！星々よ、
行くわよ。秩序が復元しつつある。この引き裂かれた世界がようやく一つとなるのだ。目の前に広がる全てが新たな世界、新たな秩序を構築するだろう。あなたもでしょ。我々じゃない磁石。あなたが必要としているのは私ではないはずです。あなたにとって私は替えの利く使い勝手の良い駒に過ぎない。違いますか。お前の選択を知りたいだけだ。絶対的な真理を信奉するハリネズミは世界を一つの枠にはめ、体中の針をそばだてていかなる意義をも拒絶する。一方狡猾で気まぐれな狐は時代という本流に身を潜め目を光らせ、世界を転覆しうる不協和音をその身をもって感じ取る。昔あなたに出された問題ですよ。今まさに道は選べようとしている。ハリネズミにはなりたくないと。もちろんキツネにも。逃げるのか。ええ、あなたの手から逃れるため。これまで私の選び取った結末は全てあなたに利用されてきました。そう、あなたの知れ物を生み出いとして、私の選択に何の意味があったというのですか。世界の状況は好転せず悪化もしない。私が何を選ぼうと何も変わりはしなかった。これまでのことについては釈明せる。だがお前は過去の事実をないがしろにするつもりか。逃避は何の結果も生みはしない。己を憐れむなど臆病。逃避？臆病？どうとでも言え。金輪際私に近づく。ここへは二度と戻りはしない。もう一度言う。自己追放、それが私の選択だ。さようなら、磁石。お前の前を知らせる選択をする。お前の前を見るのは叱る時間に置くのか逃れられません。一時の訳を分かりしてほしい。
目が覚めたのね、指揮官。コーヒーメーカーのそばのテーブルに酔い覚ましがあるわ。酔い…え？酔い覚ましよ。メイリンが酔った状態で書き記した配合を試してみたの。二日酔いに効くといいけれど。メイリン？一体何が入って？聞いたこともない原材料ね。へえ、それを煮詰めて私に？私はあなたの盾となり剣となる。あなたは私の手がけたものの味を教える。この言葉忘れたわけじゃないわよね。こうなると分かってたら寿命を縮めるような約束なんてしなかったわ。飲めるの本当に。味はともかくとして効果は適面のようね。味はともかく。ああ、この匂いを嗅ぐだけで目が覚める思いよ。残りは次の宴会用に取っておこう。宴会なんてこの先しばらくはないと思うけど。昨日メイリンのコレクションが何者かの手によって一つ残らず横領され、キャロリックの歓迎会に使われたと聞くわ。この件の保証についてはいかがお考えなのかしら。このところロレンが開拓計画のピッチを上げに来ているわ。バリアー軍はそこかしこに出没し、生き袋の出現率も上昇の一途をたどってる。任務も一筋縄ではいかなくなった。だからお金よ。エルモ号は毎月のように赤字続き、メイリンのミーチューに関しては今回の任務を終えてから考えるってのはダメ。出費がますますかさんでいるわ。テンポよく依頼をこなしていかないことには車体の維持は不可能ね。新たなメンバーが増えたことで状況が好転するといいけど。キャロリックね、これでやっとネメシスとのコミュニケーション問題が解決できるわ。そういえば他のメンバーは？メイリンと共にエンジンルームでベクトルエンジンの研修に当たってる。3時間前ドローンによりコーラプスストームの接近が確認されたわ。3時間前、ということは私たちはすでに嵐の中に。あの時はみんな就寝中だったから軌道基地も指定通りのルートを進んでいたの。この辺りはコーラックスストームの頻発エリアなの？ブリーフからの環境情報にはそんな警告はなかったわね。まったく頼もしい限りだよ。現在私たちはコーラックスストームへと近づきつつあるわ。逆風方向に警告があるけど地形は入り組んでいる。奇襲される可能性が高いわね。ベクトルエンジンは研修中、前進するにはリスクが高すぎる。ここは警告へ向かおう。軌道基地の故障確率が上昇してる。全面的な修理が必要みたいね。もう10年ものだからね。この任務を終えて報酬が手に入ったらエルモ号も晴れてオーバーホールよ。今回の任務の報酬少々弾みすぎだとは思わない？指揮官。まあね。しかもグリーンエリアなんていう面倒な場所に行かなきゃいけない。だけど我々賞金ハンターは金をもらって仕事をするのが生業よ。きちんと頼まれたものを届けてきちんと家計を回さないとね。この10年間あなたがきちんとした試しなんてあったかしら。うん、なら以前と比べたらどう？確かにそうかもね。警告の実際の高度と地形図のデータに誤差があるわ。この天気じゃドローンを飛ばすのは無理ね。周囲の地形データ及び現状況に懸念ありよ。このまま進めば敵に襲われる確率が高まるわ。
何もない。ベクトルエンジンの様子は？まだ作業中よ。動力上限を解放し全速力で通過。メイリンには次の購買時に酒を数本買っておくわ。丸854に警告を通過予定。ああ、よかった。やけに大雑把な縛り方ね。ご宅はいい。外のコーラップスストーム味わったことは？残念ながらないわ。ほうほう、運がいい。試してみるか。貴様何してる？しびれた足をほぐそうと思った。小細工なんぞ無駄で、洗いざらい吐いてもらうぞ。吐くって何よ。この2日間酒しか飲んでないの。ああ、それと妙な飲み物を一杯。吐くとなるとかなり強烈な匂いになるけど。とぼけるな。さっさとこの薄気味悪いブツを吐けろ。あんたの言う薄気味悪いブツってのはそこに転がってる箱のこと？箱を開けるのにかけてはバリアーグの右に出る者はいないと聞いていたけど。素直に言うことを聞いておいた方が身のためだ。このクソったれを開けろ。さもなけりゃ今日が貴様の命日だ。開けるにはパスワードが必要よ。パスワードだと？ええ、そうよ。あんたたちがこの箱を狙う理由を教えてくれたらパスワードを渡すわ。理由？バリアーグが貴様のものを奪うのに理由がいるってのか？分かったなら、とっとと金目のものを渡せ。目的は金ね。なら取引と行きましょう。あんたたちのいいねを支払う代わりに私と箱は見逃してくれない？取引だった？ガラクタ同然の車で何が払えるってんだ。痛いところをつくわね。パスワードを吐け。パスワードは複雑なの。少し時間が。その足りない頭にも一発お見舞いしてやろうか。やむを得ない時以外この箱を開けてはならないと雇い主に言われていてね。パスワードなら車の端末の中よ。いい加減にしろ。貴様の車なんぞ役立たずのゴミ人形ともども通りコッパみじんだ。コッパみじんね。どこをどう見たらそう思えるんだか。なんだと？ボス！ネメシス！三境漂う霧がごとく。なんだ？誰だ？うわっ！うわっ！うわっ！あそこだ！撃て！はい！
警戒。どこ行った。遅かったわね。原野の上、嵐より逃れし不可視の物体。ネメシス、今なんて。クローザやキャロリックは。それにどうしてダミーの素体なんかを。空の燃料タンクに逃げ込んだメイリンを除いて、司令室の私やエンジンルームのキャロリックとネメシスは全員爆発に巻き込まれたの。おかげで素体格納庫は全壊したけど、その後メイリンが私とネメシスのメンタルを運よく残ったダミー素体にインストールしてくれたおかげでようやく再起動できたというわけ。メイリンは今ドローンエレベーターを修理してるから、空からの支援はまだ時間がかかりそうね。指揮官、ご指示を。箱を取り返そうよ。人形の護衛なくして指揮官の身の安全は保証できなくてよ。私が護衛を必要としているように見える？箱がなければ野垂れ死ぬのを待つことになるわ。承知したわ。ファティーガッタ。ファティーガッタ。
隙間。状況は？タイヤをやられたわ。計測での移動が限界よ。ドローンの救援は？メイリー、エレベーターの修理にかかる時間は概算不可だぞ。ストームの干渉が強すぎて通信がつながらない。現在の状況はわからないわ。指揮官、もう少し持ちこたえてちょうだい。もう少し持ちこたえた暁には新しい指揮官を迎えることになりそうね。あれは改造機構。大口径の火砲を搭載してるわ。今すぐ車を離れるのよ、指揮官。ところに機動基地の様子は？また手に入る。とにかくまずはここを離れよう。ドローンはあとどれくらい飛ぶぞ？
ファティーガット。真理と荘厳を捧げ。行くわよ。カバーは任せて。無に傷、ここは任せて。クララ、クララ、ウィー、繰り返し、ねえ、死ね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 。箱は確保した。
メリー、飛ばして。